昨日金沢市内で行われたのは、星稜高校 OB の本田圭介さんが発案した 4V4 という10歳以下を対象とした4人制のサッカー大会です。大会では北陸3県や愛知県のチーム24チームが全国大会出場をかけて熱戦を繰り広げました。決勝戦を視察した本田さんは、小学生たちのハイレベルなプレーに大興奮の様子でした。進む道はサッカー選手だけじゃないよ。でもサッカー選手になりたいならまだ無理だと言わず、続けてチャレンジして次の勝利に向けて頑張らないといけない。本田さんは試合を終えた選手たちに熱いエールを送りました。